姫巫女伝説のある花畑か。ようやく手がかりがつかめたな。確かにお姫様とか綺麗な女の子には花がつきものだよな。もし姫巫女様ってのが年食ったおっさんだったら、花畑に伝説なんか残らないと思わね。冗談を言ってる場合じゃないぞサスケ。気を引き締めていかないと。俺の聞いた噂が本当か確信はない。ただ調べてみる価値はあると思っている。もしかしたら徒労に終わってしまう可能性はある。だがみんな手伝ってくれるな。雪村も信行様も行くんでしょ。だったら一緒に行く。神河が誇る最強の忍者であるこの俺がついています。大船に乗った気でいてください。ああ、みんな頼りにしている。ってことで大福を人数分持ったけど、風呂敷にまだ入りそうだから饅頭も持とうかな。弁当も準備したぞ。温かい茶も用意してある。敷物も必要だよね。みんなでご飯を食べるんだし。お前たち遠足と勘違いしていないか。だって花畑ですよ。楽しいお出かけにしたいじゃないですか。そうですよ信行様。このうららかな日差し、美しい花、楽しまないのは損です。あのな、損得じゃないんだ、仕事だぞ。まあまあ兄ちゃん、楽しみはあった方がいいと俺も思うよ。そんなに危険な場所じゃないだろうし大丈夫だよ。雪村まで。お前たちは楽観的すぎる。何かあったらどうする。何かあったとしても全員一緒に行くんだからきっと対処できるよ。重い。これじゃ走れないな。走ることなんかないだろ。花畑を調査しに行くだけだぞ。でもこれじゃ歩くの大変かも。かさばるし。鎌は置いていっちゃダメ。遠足じゃないと言っただろう。なんだその荷物は。小旅行だね。必要ないものばかりじゃないか。鎌之助は武器をちゃんと持っていかないとダメだぞ。せっかく弁当まで準備したのに。必要ないなんてひどいですよ。お団子だって必要だよ。そうです信行様、今の俺たちには羽を伸ばすことも大事です。何も今じゃなくてもいいだろう。羽を伸ばすなら別の機会でもいいんじゃないか。だって俺たちここんとこ働き詰めですよ。ちっともお休みくれないし。たまには遊びたいよ。まあ確かに最近休みはやれていないが。そうですよ。だから仕事を少しでも楽しくしようと思って。それとこれとは話が別だ。仕事は仕事、けじめはつけないとダメだ。兄ちゃん、サスケたちも頑張ってるんだから少しくらいいいんじゃないかな。そうは言ってもな。でもこんな状態では調査は進まないか。それなら。いいかお前たち、荷物はまとめ直してくれ。なるべく身軽に、必要最低限の持ち物で。信行様、最後まで聞いてくれ。この任務なるべく早く終わらせよう。だから
重い荷物を背負ってゆっくり滞在するわけにはいかないんだ。どうして急ぐんだ？この任務を予定より早く終わらせて、浮いた時間でみんなで温泉に行くというのはどうだ？温泉！昔、みんなでよく行っていた温泉街があっただろ？久しぶりに訪ねてみないか？ああ、あそこか。いいね。だろう？だから、この任務は急いで終わらせる。時間が浮いたら、その分だけ温泉でのんびりできるぞ。うわあ！温泉！行きたいです！それなら急いで荷造りし直さないと！ああ、荷物を減らそう。歩みが鈍ってはたまらん。僕も手伝う。鎌もちゃんと持ってく。全員やる気が出たみたいだな。よし、準備ができたらすぐに出発するぞ。さすが兄ちゃん、みんなさっきよりもずっと張り切ってるね。俺も頑張るよ。